まずこっちはパークもすごく多くて、でその一つ一つのパークがすごく練習できるようなしっかりとした内容が詰まっているパークなので、まずパークで練習してるだけでもかなり技術は上がると思います。で街にもたくさんのスポットがあるんで、まあ友達たちと行っても実際に撮影で行ってもスポットが多いんで、かなり練習になるし技術も上がると。アメリカに来たのは今回が5、6回目なんですけど、今回は本当に撮影だけのために来ました。こっちはすごくスポットが多いので、車に乗ってるだけでたくさんスポット発見できるので、で見つけたスポットに、まあ、ちょっと行ってみてチェックして、できそうだったらそこでもトリックをしてっていう感じです。いや最高ですよね。
世界のトップ選手はもちろんコンテストで勝てるっていうのもあるんですけど、やっぱストリートでたくさん映像や写真を残していってるんで、まあもともとコンテストばっか出てたんですけど、僕自身もやっぱりストリートにはどんどん行っていきたいなとは思ってて、まあ今回のツアーや、まあ、日本でも最近少しずつストリートに行くようになったんですけど、やっぱストリートって実際に映像とかで見る以上に難しいところがたくさんあって、例えばレールの少し手前に溝があるとか、まあ、着地の地点が路面が悪いとか、まあ、いろいろあるんですけど、そのストリートのならではの環境にもどんどん慣れていかなきゃいけないなと思いましたね。今日仕事モードや、はい、今日仕事偉い、回すモード。